それでは皆さんこんにちは。あの本日はあの大正大学のオープンキャンパスにあのようこそおいでくださいました。またこの教室に来てくださって本当にありがとうございます。 えとこれからえと1時15分までの時間ですね模擬授業とそれと増しまして、えー、大きく2つです、まあ、私はあの古典文学日本の古典文学が専門なのであの日本文学をに絡めて古典文学の勉強の内容と内容というかむしろ方法ですね方法とそれから日本文学科の案内 えですね、これはあの合わせてお話を,さあの話をさせていただこうと思っています。本当に今日ね、暑い中、あのようこそお越しくださいました。また、もし終わっ,て終わった後で何か疑問等ありましたら、あのご自由にあの聞いていただけたらと思います。で私の方で配っている資料はこの、このレジュメのプリントですねで。あとはですね、このパワーポイントに従って進めていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 えとこの今写真写ってますのは日本文学科の教員たちです。えー、このメンバーであのあの、えー、とあ日本文学科構成されているんですけれども、まあ、今日は私がですね日本あの古典文学の渡辺、えー、とさせていただきます。えー、皆さんのお手元にあのお配りしているこの冊子はですね日本文学科の案内なんですけれどもこれはあの学生が制作したあのもので毎年あのリニューアルしています。 今年もですね、今学生たちが、えい、今年度の冊子を作成しているいものになります。表紙も学生の作品です。どうぞご覧、あの、学生目線で学科を紹介していますので、えー、どうぞご覧ください。 私、今日は皆さんにお会いしているのはあの、渡辺と申します。日本の古典文学、特に説話文学とかですね、それから、まあ、大正大学っぽいですけど、仏教文学。で仏教文学っていうと、なんか硬そうに思われるかもしれませんが、日本はあのよく宗教のない国なんて言われて、これは全然大嘘ですよ。あのどうか神様、仏様ってね、あるいはね、のやれお正月だの、やれあの受験の時だの、みんなせっせっせ,いせいと。 お寺行ったり神社行ったりしてお祈りするんですからこういう国が無宗教なわけがないで長い間仏教あの仏様ですねによって治めようっていうふうにしてきたあの国なので古典の世界ではあのこれがもう全くそのすごく強く祈るとかねそういうことではなくても生活の中にフィットしているのでだからみんなの今使う 不思議なんてこと不思議だねって言葉とか、有頂天になるとか、あれ全部仏教語なので、もう自然に入り込んでる、まあ、こういうものが、そして私の私の面白いところでは、仏さんがですね、仏さんや神様が昔は元気に活躍してて、そして人といろんなふうにあの接してて、これがとっても私はもう面白くてしょうがないんです。なので、これ、長寿儀が今ね、長寿戯がって、東京やってますけれども、あのカエルもね、楽しくてマラカスを振ってます。 さて今日の内容なんですけれども皆さんにちょっと古典文学の大学あの古典文学っていうのは高校生でも,もう習ってるわけですからじゃあどこが同じでどこが違っているのかっていうこともあの考えるために今日は小野孝村ちょっと。 ちなみに知ってる方います高村って聞いたことあるとかなんか漫画で見てああよかったですはいそういう方もいるあのそういう知ってる高村とねあのどう共通するのかも合わせて見ていただければと思いますがこのんと一つの話を掘り下げていくとどんな楽しいことがあるのかっていうことを今日はちょっと体験あのミニ体験をしていただいてえそして後半ではこの学科の紹介あるいは日本の古典文学をどうやって研究していくのかその研究ってどんなふに 楽しいいのかこんな話ができたらと思っていますさてこのまずですねなんかご挨拶から始まっちゃうんですけれども古典文学ってあちょっと教室にいる方はさ正直言うとあんまり好きじゃないとか方別にこれあのいいですよ素直に手挙げてあんまり好きじゃないああんなあの今日は好きだからここに来たこちらは あいや困ってまこれどちらでもね私はあの、えー、と大学は日本文学科行ったんですけれども 本当言うと私高校生の時は一瞬も楽しいと思ってなくて大学行ってからあのいろんな学びをするうちに古典文学が楽しくなって今に至るっていうあの人間なんです。ですので皆さんの中で好きだっていう方はどんどんあの勉強してもっと好きになっていただいてあるいは今日はちょっと実はうん,なんていうかちょっと苦手なんだなっていう人にはあのこの話も聞いていただけたらと思っています。 1、えー、一つ目、この古典を学ぶ、特にですね、日本文学をやるなんていうと、最近はですね、もうグローバル、グローバルっていう世の中言うもんでね、なんかすごく狭い猟犬で、なんだか小さいことするように非難されることがありまして、なんだとってこう思うところなんですけれども、日本文学はですね、今、漫画もそう、漫画やアニメが世界を席巻しているように、日本文学のファンっていうのは世界中に多くて、例えば私、「源氏物語」のことをですね、ある あのちょっとあの海外の学会であの日本の,あの有名なあの作品っていう形で紹介しましたら日本文学を、ね、古典文学を代表する作品ですって紹介したら海外の研究者に怒られちゃいましてどういうことかっていうと「渡辺先生は領権が狭いですねって」「源氏物語」が今時何カ国語に訳されてると思ってるんですが数十カ国語ねそして世界中の人が自国語で読んでいる本をこれこそもう世界文学っていうんですよ。 日本人のものだけと思ったら大違い。ね、今,今オリンピック始まって和,だ和,和のテイストっていろいろやってますけど日本の漫画読みながらお弁当っていうものに憧れて何国世界の何カ国の人がお弁当っていうのを作り始めてるかねこういうことを考えると実は日本文学っていうのは日本文学を中心に世界とつながれる、まあ、こういう科目でもあるということそれともう一つ。 今やもう宇宙に旅行に行く時代になりましたけれども科学の世界でお聞きしますとどうしてもあのタイムマシンっていうのはまだ難しいらしいですねいろいろとクリアしなきゃいけないものがあってだから皆さんがですねそれこそあのなんだ卒業旅行では間に合わないかもしれないけど新婚旅行行くぐらいにはもうあなたはどこ行くのって私は宇宙よみたいな人もいるかもしれない時代になってるんですけれども、えっと、この1つはですねこの過去にはまだ実際に 旅をすることはで,きないですが私たちこの文字の上ではですね作品の上では自由にこの昔と行き来することができる本当にこの縦のグローバルに広がっている時空を超えた学問だっていうことが言えると思います。 それからもう一つ特に過去の歴史をこう歴史に関することを勉強している学問はなんでそんな昔のことやってて楽しいのなんて言われるんですけど昔の人の考えてることを知るのってすっ すごく楽しいそれであのみんなは今現代に生きてるけれどもその前は何ですかあの、えー、と令和の前は平成で平成の前は昭和でっ,ってずっと遡ってだってみんな突然生まれてきた人はいないんだからみんな平安時代や奈良時代までつながってるんですよこうやって考えたらなんかすごく楽しくなりませんかずっと脈々,脈々と続いてきてそしてかあの続いて残ってるものもあれば変わったものもあればえこういうことをですね知って そして未来へつなげる実は私はこの古典文学って積極的な未来思考の学問だっていうふうに思ってるんです。 それからこのの過去の勉強は共通点あります例えばこの恋が実って嬉しいとか恋人に去られたら切ない、まあ、こういうのは古今東西も共通しているんですがあのでも一方で衣食住のところとか生活習慣こういうものっていうのはちょっと大きく変わっていることがあってですので何、えー、て言うか正しい正しくないとかですね かっこいい生き方とかですねこういうものはすごく変化しています。えこれは一つまたこれも面白い。だから 古典の世界の発想ってすごくまたあのなんていうか現代と違って思いもよらない発想をしてるからだからハリウッドにしても日本のアニメにしても今古典をあのひっくり返して探してる人たち多いんだけれどもびっくりするアイデアがもうすでに古典にはある例えば魂が入れ替わるとかね男女が入れ替わるもうそんな材料はもう古典にもいっぱいあるんです。あの教科書にはな、ね、ななかなかかおお行儀のいいい話しか載ってないんですけども私はそう じゃないお話が大好き <laughs> それからもしちょっとだけ苦手な方がいるとしたらちょっとエールを送る海でこれを話しておきたいのはあの難しいなとかねなんだかわかんないなもやっとするっていうのは実はあのまだ知らないだけだっていうことかもしれないんです。でその例えばあのよくあるのは役までは教わるんだけどもだからどういうことなんですかっていうところまで説明されないのでなんだかよくわかんないっていうことで終わってしまう。でもここれ実は知らないいだけっていうことが多いの で実は知らないと難しいって全然違うんですよねということをちょっとあの今、えー、しゃべりました、えー、それから、えー、ともう一つは、えー、とちょっと今の話にも近いんですけど多分今の読み方高校生は文法事項とかやらないといけないことがいっぱい いいっぱいあるのであの割ととここのの基礎のところに時間がかかるでもこれ正しいことなんですね。なんですけど本当もう一息楽しいところっていうのは訳し終わってストーリーが分かったところで例えば何々して泣きましたってあったらえっ何で泣いたの何々して笑いましたって書いてあったら何がおかしかったのっていうことまで分かると本当に楽しくなってくるってことですね。ここに一つの,あの例を挙げておきました。 これ、シャって知ってる習いましたシャってね。これもう文字通り牛車なんだけどもさ、牛があの引く車。で、これは身分の高い人が乗りますよっていうことは習ってるかと思います。辞書引くとここまでなんですね。なんですけど、もう一歩踏み込んでみる。そうしますとね、例えばこっちの方が絵がわかりやすい。これ見てください。ぞろ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 いて、皆さんところでこのギシャって乗りたいですか 私ね、本当に言うとね興味としてはねちょっとの乗り込んではみたいんだけどこれでどこか行くっていうのはちょっとちょっとつらいなって思うんです。で皆さんはねどう思われるでしょうかで何でかっていうとまずは、えー、とこの乗り心地すごく悪そうだしそれ <laughs> からこれぞろぞろいるんですけれどもねどこかに行くにしてもこれはみんなあのここのお,のお嬢様だかですねお坊ちゃまだかお出かけするなら。 みんなこれまず牛って自分でつないだりしませんのでもうみんながこうやって準備してから随人って周りのものも準備してお着替えまでしてですねそうしてこう出かけていくものなんですねそうするとこなかなか厄介だってことわかりますよねだなのでこっそりちょっと恋人のとこ会いに行きたいなんて時にこれやったら家中でみんなねあの知られることになるからそれはできないのでだから光る源氏もそーっとこのあの 一番親しいいわわらわだけ連れててそっと歩いて出かけちゃうんですで、こういうことを知ってますとねこの,この人木の長谷夫が怪しい人についてってとことこ一人で歩いていっちゃうこういう場面を見るとあなんか起きるんだなっていうことがわかる。 えこういうふうにあの読んでいくと古典っていうのはねだんだんこうワクワクしてくる。でちょっと先ほど言っちゃったんですけど乗り心地問題なんですよね。これあの木の枠の車ですからえこれで進んでいったらもうとご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 とみんな拾ってきますので、ね、これなかなか大変だと思いますよ。でなので早くは走れません。それでこういうふうにして実際に乗ってみることまで考えてみるとぐっと。 と身近ななものになってきませんかそしてこの「シャっていうのはねいちいち本文の中にシャはこうですよって載ったらこうですよなんていちいち書きません当たり前のことすぎて。なのでこういうことは下に私文化コードって出しておいたんですがこの当時の当たり前。 でこういうものをあの知ることっていうものが古典の一つの学びであってこれを何て言うか掴んでいこうっていうのはあの大事なことになってくるんじゃないかなって思います。こここまでですすね、こう降りていこうとするとる多分面白い でちなみにこれ逆のことで言うと LINE の既読がつかなくなったみたいなフレーズは皆さんにとってはすごく自然な当たり前のフレーズだと思うんですけどもこのことをですね紫式部に伝えようと思ったらちょっと難儀じゃないですかどこから遡って説明します。というふうに考えると皆さんが平安時代のものをシュッと読んでなんかこうぎ,ぎこちなくなるのは当然それだけのことを乗り越えて読むっていうことなんですね。でもそこ こに人々の怒りも悲しみもまた喜びも楽しさもあるのでこういう感情のところまで降りていくと。 なかなか楽しく読んでいけることができるという、まあ、こういう提案なんです。えそしてこの,えのいちいち書かれないことでもそこの違いはまた面白いので私はさっきの技、ま、師、あ、者1つの例ですけれどもこの日本の古典文学っていうのはただただそのこう狭い範囲ではなくて日本の文化全体を学んでいく非常にあの広い学問なんだっていうふうに思っているんです。 わからないお話だらけでしてみんなの,あの教科書に載っているような有名な枕の創始だとか宇治周物語だと実はねんこれどういうことですかって分かってない話いっぱいありましてなので皆さん古典文学一緒に探求しませんかってこんなお誘いです。さあそれでこの古典文学のちょっとあの枕をここまでにしまして今日ちょっと小野の高村のお話を紹介してみようっていうことでした。 それで皆さんの,あのプリントにはですねあの最後のところにあのあと参考として2枚本文つけているんですけれども、例えば、小野の高村のこの,あの賢かったっていう話は、教科書いくつかの教科書にも載っているお話ですで。これがちょっと短いお話なので、ちょっと読んでみます。皆さん、よかったら、えっと、参考のですね後ろ、えっと、5ページ目のところに本文丸っと載せておきましたので、ちょっと見てみてください。 もし説明早ければ下にね役もあります。今は昔、小野の高村という人お足蹴り。佐賀の帝の御時に代理に札を立てたり蹴るに、無悪然と書きたり蹴り。帝を高村に読めと仰せられたりければ、読みは読み侍なん。されど恐れにて侍ば、え、 申しサブラはじとそうしければ、ただ申せとたびたび仰せられければ、差がなくてよからんと申してサブロうぞ、されば君を呪い参らせてサブロうなりと申しければ、おのれちては誰かかかんと仰せられければ、さればこそ申しサブラはじとは申してサブライつれと申すに、帝かどさて何も書きたらんものは読みてんやと仰せられければ、何にても読みサブライなんと申しければ、 カタカナの根文字を十に書かせてたまいて、読めと仰せられければ、ニコの子の子猫、獅子の子の子獅子と読みたりければ、ニカドをほほえませたまいて、ことなくて闇に行けり、こんなお話なんです。 えそれで今、ちょっとね本当にただただ読んだだけなんですけど登場人物は1行目にいる小野の高村と佐賀天皇そして途中でなんだか読む、読め、読む、読めこんなお話になっていてで最後は帝が微笑んで終わっているこんなストーリーになっています。 少しずつちょっと内容をご紹介してみます。まず主人公小野の高村なんです。この人が佐賀の天皇の,あの、えー、時代に代理に札が立った。その札には、えー、と無悪善と書いてあったってうんですねで。ちょっとここは解説を先にしてしまいますと。 札が立つっていうのはお知らせっていうのではなくて、ちょっとこれはね、まずい話なんです。つまり、この相手がありまして、そしてそこに何か書いてあるっていうのは、その、えー、と書かれている相手がですね、そこの場所の人で、その人に対して、えー、とその権力のある人、正面切って批判できないときに、和歌とか監視とか、表向きはね、 今日の桜は綺麗ですね、みたいな和歌にしておくんだけれども、内容としては今の政治はだめだ、あなたやめなさい、みたいなこういうことですね。でこういうのをあの表に立っ,て立ってできないので、これを、まあ、あの隠,隠してやるっていうことなんです。それで この無悪善っていうのがですので、こう立っているっていうことは、これ普通に読むと悪がなくて良いみたいなね、そうすると世の中平和で良さそうでしょでもそういうことが書いてあるわけがないんです。で、そうじゃなくて、要するに、ね、その、これ代理ってことは当然、佐賀の帝に批判が向いてるってことだから、佐賀の帝はどういうことだと思うわけですね。えそこで、この高村に読めとおっしゃった、これは、あの、で、えー、の、お野の高村ですね。それ でここでもう一つ「読む」という言葉をちょっと確認しておきますと読むっていうのはただ読めばいいでこの漢字をですね拾っていけばいいんじゃなくてこの漢字が並んだ文章っていうのは要するにみんなあの高校生の,あの国語で言えば漢文なんですね。 で漢文ってのは要するに中国語なんですよね。でその中国語の文章をみんなは、うん、教科書「帰りて送り仮名」っていうのがついててあれ何やってるかっていうと順番漢字に文字の順番つけながら送り仮名もつけてつなぎ直すと日本語のように読めるってことですね。だから日本語的に読むためにはもう意味が分かっていないといけないっていうことになります。 なんか例えばこの「無悪善っていうのも「無悪禅」これもう皆さんこの字はそれぞれ知ってるわけですけれどもこれを言,わ言ってるわけじゃないんですね読みなさいって言って「無でしょ悪でしょ善でしょ」いやいやそういうことではなくてこれがどういう意味なんですかっていうことを聞いているわけなんですね。それでででここすね高村は 読みは読みさぶらいなナ読めますとも答えてます。なんですが、恐れにてさぶらえば、え、申しさぶらわじ。このえと字のサンドイッチってわかりますかあのこれは絶対にそうしないって言ってますね。なので、えっと、絶対に言いたくないって申し上げたくないっていうふうに、固い決意で言ってるんですが、その理由は恐れだって言っています。これ、あ後でわかるんですけど、このえ大変失礼な話なので、とてもじゃないけど、口にできませんと言っているんですね。 でその無悪然、ちょっと中を見ていただき、あちっその説明見ていただきますと、なので、読みなさいって言われた時に、無悪然と読むということではない、えそれから、テ点を、ちょっとごめんなさい、うまく入らなくて、レテ点ちょっとずれてますけど、悪がなくてよし。 ね、そうするとこの世の中から悪がなくなって今だったらもうコロナがなくなってそうしたらどんなにいいだろうこれだったらその「代理に札が立ってる意味がないんですねでこれは絶対に悪意のあるあの文章なのでそうするとどう読むのかなでこの時に高村はこういうふうに理解してるんです悪っていう字を特別な読み方をして特別な訓読みして「さが」って読む「さが」がなくてよし。 つまりこの世から佐賀天皇お前がいなくなればもういいんだこれはもう大変なあの不敬罪になりますね佐賀天皇を呪う,もうあの言葉になっているわけなんです。 それでんとここもあの読めるけれども恐れなので読まない読むまい絶対に読むまいと答えたでも佐賀天皇の方は何度もいいから読みなさいと促してしぶしぶ読んだ佐賀がいないのがよい佐賀なくてよからんえつまり佐賀天皇の死を願うようなそういう呪いの文章だというふうにお答えをしたということなんですね、えー、それでそれに対して今度は帝は己放ちてはこれはお前がやったんじゃなければ一体誰が書くんだと。 こんなその悪を佐がと読むなんていう難しい書き方をね誰もが知っている読み方じゃないあのね最近あのクイズの番組も流行ってますけど難読語この人なら読めるけど普通の人たちは読めないとなればあのお前以外に誰がやるんだ読めた人っていうのはやった人。 であある可能性がありますよねえそういうふうに言われたので、さればこそ、もしさぶらわじ <laughs> うう。だから私が読んでしまうと疑われるんじゃないかと思って嫌だったんですよと言ってるわけですね。でそそのの次次ですさてその次に 帝はさて何も書きたらんものは読みてんや。では書いてあるものはねお前はみんな何でも読むのかとおっしゃったので何にても読みサブライナー、はい、読めますよ。そこで今度は新たなものをですね、えー、と帝は渡したっていうことなんです。 カタカナの根文字。このカタカナの根文字っていうのは、この場合、子供の子という字をカタカナの音として使ってる。あの、ね牛とらうって読みますけどね。このえそれを12個書いて、12個書いたらあの赤い通りですね。ここ、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 ここっていうものを渡して。だからこれ、漢字が並んでいるので、先ほども言ったように、まあ、漢文でもあるんですね。で、それを、 え読みなさいって言われたんですけれども先ほども言ったように意味を取っていかなきゃいけないので「はい私この字知ってます」って言って「ここここここ」とかね「しししし,し」しとかそういうことを聞いてるんじゃないんです。ということはどう読むんですかその時に小野の高村はこう読んだ。で「子どもの子」とも読む「しし」とも読むそれから「ね」とも読むそれを使いまして。 猫の子の子猫獅子の子の子獅子って呼んだので帝は微笑んで。 そししててこここととやみななくてでこれは処罰しないさっきね天皇を呪うような言葉を口にしたわけなんだけれども彼がやったことでないにしても口にしたんだからもう同罪だっていうわけですねそれでこ、えー、となくて処罰しないで終わりましたってことなんですであの猫の子の子猫、ね、これうまいなって思います皆さんそれでこのねとことしをね組み合わせてでこののったけあ青字にしてますけれども これ何々のってなんの藤原の道長とかねおどの高村みたいにこれは補っているものなのでこれは入ってもいいわけですね。はいということでこんなふうに読んだっていうわけなんです。 でちなみにこのカタカナの根っていうのはねお示ししておきましょうちょっとこれは大学っぽくね見せ,見せますとこんなふうに、えっと、カタカナっていうのは昔の人いっぱいひらがなもいっぱい使ってるんですけどカタカナもいっぱいあるんですでその中でこの根っていうのは2種類こんなふうにありまして この,あの何時ってい、ね、う字を使いまして使うカタカナの音とそれからこの子どもの子を使いましたカタカナの音で実際にどんなふうに使ってるかっていうと左の日本領域のこれ半本見ていただきますと「終わりのすくね」って振り仮名な,な,なんだから漢字じゃないんですよ。終わりのすくねって言ってて言 これこれをだからカタカナとして使ってるってことがこうわかるわけなんですここですねわかるこういうふうにあなるほど。 で、えー、この今回の場合は、このここここってやつをですね、猫の子の子猫獅子の,子の子の子獅子あ。ちなみに古典では濁点ってないので、皆さんの教科書はあの、えっと、混乱をしないように、高校生に分かりやすいように濁点ついてるんですけど、あれ、元にはないんですね、はいあ。ちなみにもっと言うと、元の文章にはね、平安時代なんかは、句、えっと、闘点もないですし、それから段落もないんですよ。 でしょさあそれでこの結末ですね「えー、とあの猫の子の子猫」を読んだ高村に対して佐賀天皇はえ微笑みなさって。 何事もなくて事なくて処罰しないで終わったこれはあの天皇を呪うようなことっていうのは国家的反逆罪ちょっと今はねこういうものないですけれどもこう昔はあの死罪に相当するような重大事件だったということなんですね。それで、うん、と今さーっとこのストーリーも私解説してしまったんですけれどもここで改めて疑問に思うことはないだろうか。 ちょっとと皆さんんに聞いいてみたいと思うんですそれからあ、なんかね、これ私、大学の方で探求カルテ使ってくださいって言われたんですけど、なんか皆さん配られてるんですかね。で、えー、とここで、まあ、あのお書きにならなくても、ちょっとね、ストーリーは今、私、説明したし、ある意味でも現代語訳もしたんだけれども、えだから何なのとかね、<laughs> どういうことなのってちょっと思うことってありませんかということですね。 はいでえー、と私、こういうふうにしてねの誰がどうしてどうなったっていうのが分かった時点でえところでどうなのだから何ってこう考えていきますとさっきのです、ね、もうワンクッション下に降りていくというか。 リアルにこの人たちのこの会話を考えていく,いくことをあのちょっとやってみたいなっていうふうに思うんですでいろいろな解説を見ますとこのお二人ですね仲がいいのか悪いのかちょっとよくそこも微妙ですしそれからあのちょっと皆さんもあのどんな疑もいろんな着も持ちになると思うんですけどじゃあ結局はこれ誰が札を立てたんですかとかですね それからこの佐賀天皇ってこの無悪然は読めたんですか分かってたんだけどお前だろうっていうことで高村に聞いたのかこうやって考えていくともう次々これ疑問が湧き起こってくるお話なんですね。 それですごくこれは謎解きには向いているお話といいますかで私はちょっとある結論を見つけてというか私はねそう思って論文を書いたんですけれどもそれに対してもまだ反論きたのでうんってねまだこれ決着してないんです。それで、えー、とこのいろいろな疑問が湧き起こってきたときにでも解決する方法っていうのが必ずある。 もちろん考えるのもいいんだけれども、調べるっていうことも必要になってくる。そうすると、何が分かるといいのかなと考えますと、例えばここでは、そもそもこの小野の高村ってどういう人なんですかだからこういうことをやりそうな人なのとかね、あるいはこの佐賀天皇っていうのはどんな人で、佐賀天皇はあの読めたのか読めないのかなんていうのも、この佐賀天皇の教養っていうものを考えていくと分かるんじゃないか。 あるいはこの2人が仲良くてなんかこれちょっとこうなぞなぞ出し合って遊んでるだけなのか本当に高村は例えば高村がもう佐賀店の本気で批判してるものなのかこういうところはこの2人の関係っていうのを考えていくとまた一歩ずつこう詰めていけるんじゃないかなってことですね。 で実際にこの2人は有名人なので辞書なんか引いたりあるいはあの論文とか本を探していくとたくさん情報が集まります。で佐賀天皇っていうのはあの三筆の一人でねもう書家でも有名なんですけれどもこの人は大変な学者さんなんです。それから中国が大好きそして自分も漢詩文が大好きで自分もたくさんの詩を書いてる上にえそれからいる上に。 えっと、皆さん、直線和歌集って習ったことありますかね、当代の,の一番いい和歌を集めて、先住させる、これを天皇の命令でやる、佐賀天皇の場合は、監視集を作ったんですね、これが両運集。で、この両運集っていうのに、先者がいるんですけど、誰に頼んだかっていうと、小野の峰森って、これがね、小野の高村のお父さんなんです。 つまりこの佐賀天皇は小野の高村のお父さんとすごく親しくてものすごい信頼関係にある、まあ、こういうことがいろいろと分かってくるんですね。それから佐賀天皇はこの中国化政策中国が大好きでいろんなふうに日本を中国風に変えていろいろなあの文物の名前までですね中国風の名前をつけてえそしてそのために検討使っていうのの派遣も一生懸命やった人なんです。 で中国の最先端のものをどんどん日本に持ってきてそれで日本の国づくりをしようっていうことをやった人なんですね。で小野の高村っていうのはこの人も大学者です。お父さんがさっき言った直線詩集の,あの先,先住もやった人。でそれに対、えっともうちょっと加えると、えっと、高村も大変な学者だったので遣唐使。 の検討副祉に選ばれたんですけどある時ですね、2回も船が難破してでそ、その上3度目に、ね、行きなさいって言われた時に、その生死の人とちょっと喧嘩して、つまりね、治ってない船と交換しろって言われたので、それで出ていったら、高村死なないといけなくなっちゃう絶対中国まで渡れない。なので ですねでその挙句の果てにはですねこの、うん、とこんな遣唐使なんて何の意味があるってこういう詩を作って要するに佐賀天皇のことを思いっきり批判しちゃったんですねそれで佐賀天皇の激励に触れましてでこの人ルザイ沖ノ島に流されるその時の和歌がこの綿之、えー、原や粗島かけてあの百人一首にある歌になるんですね。 でこんなあちょっとこれは3人の関係書いておきましたけれどもお父さんと非常に親しくて、まあ、その学問を受け継いだ息子というこの,の関係があ,のあるんです。で、えー、と息子のこともおそらく頼りにはしてるんだろうけれどもこの小野の高村って人はなかなか私は面白いなって思ってるんですね。 そしてこの大きに実際にこの時は流されててこれ有名な事件なんです。でそれでこの綿の原やそ島かけて小切りでのと人には告げよ天の釣り船百人一首好きな人はねああ聞いたことあると思うかもしれません。でこの歌をで普通はですね流罪になったら戻ってこれません。 でも4、5年行っててそのうち向こうで亡くなるケースがほとんどですよね。ところが、小野の高村の場合はあやっぱり行かせるんじゃなかった、もうあのそのなんて言うんですか4、5年もまたる確かに、ね、2年半か1年半でもうすぐに呼び戻されてそして戻された上に、ね、さらに前よりも位を上げてえそしてこの高村がこの政治をつかさどっていくこういう佐賀天皇との関係があるんです。でこういうふういいふにしててねあの戻ってこれないは の人が戻ってくるこれがちょっと最後にメモした地獄への王冠。小野の高村有名なのは地獄と行き来した人っていうことで有名な話があるんですね。で今のように えっと、この人物の,あの関係っていうのは有名な人は経歴であったりとか家系図であったりとかえそういうものでどん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 ん人物像っていうのは追っかけていけるしえそれからさらにエピソードですねこういうものを見つけてくると、まあ、今あのですかあの大谷選手なんかもなんかこうゴミを拾ったっていのを見て彼はいいやつだみたいなニュースになっていくつまりエピソードっていうのは人柄を知るのにとても重要なんですよね。でそれが後で尾ひれがついて っていようがその尾ひれの付き方が大事なわけです高村の場合はですねこんな話がありましてこれは皆さんの資料の最後の1枚につけているので興味があったらぜひあのお読みいただけたらと思いますで、これはですね若い時にかばってくれた恩があったこの藤原のよしみが病気になって亡くなるんです で病気になって亡くなった後、吉見はどこ行くかっていうと,、まああのえー、と古典の世界では極楽浄土に行くか地獄行くか、まあ、大体どっちかなんですけど大体普通の人はですね、嘘の一つもついたことがありますからの人は地獄へ行きます。地獄行ってエンマさんのこの最定を待って並んでいるところにひょっと見たらエンマさんの脇に高村がいるんですよ。 で高村が閻魔王級のところで大臣として立っててえそしてあのこの人はですね吉見私のね昔助けてくれたこの人いい人なのでちょっと私に免じて許してもらえませんかと閻魔王に頼んでるんですねで閻魔王はそんなねこう決まってることを変えるなんていうのは難しいんだけれどもお前が 高村が私に願うことならしょうがないじゃん、お前に免じて許そうっていうことで、よしみ、生き返っちゃうんですね。それで、このよしみはです、ね、もうびっくりして、これ何これ何ずっと知りたくて、で後にたった二人きりになったときにようやく聞いた、何だったのあれ。だからこれ、謎でしょ 今生きてるはずの人が向こう行ってなんかエマさんの脇でも働いててだけどまた戻ってきたらまたこっちにいるんですよ。どういうことですかそれでもうあのあのこれはあの時のね以前のを返しただけですよ。でもこのこと喋っちゃダメですよって言われてもうよしみはあこの高村ってただ人じゃないなってもう身にしみて思ったっていうわけなんです。 でこの話なんかをこういうエピソードまで今度踏まえていったときに今度は単なるです、ね、このなんぞなぞ遊びのようなことあのお話っていうのがこうして情報が増えていったときにさらに考えられることがいろいろ出てくる、まあ、こんなことが次の深めるステップっていうふうに変わっていくっていう、まあ、今日はちょっとそういうお話でした。それで えとこのですね読んで訳してもまだまだ考えることがいっぱいあって皆さん、分あの古文読んでたときに何これって何だかよく分かんないって思ってることって結構あると思うんです。でも、そのモヤモヤは大事にしていただていてそれをもうちょっと分かろうっていう風に思って探究しますとすごく楽しくなってくるでそのときには歴史も美術も宗教も全部ひっくるめて読んでいくとすごくあのまあ楽しい、ま。あ 高校では学科に分かれてしまってるね教科が分かれてるんだけど実は昔の人が書いたものを考えるには全部一緒くたに考えていくて、ね、総合的な学問なんです丸ごと楽しんでみませんかっていうねそういうお誘いでしたそれで、えー、とちょっとここからあと五分もうちょっとですかねあの急いであとはちょっとご紹介していこうと思います ここにねちょっと学びの輪っていうのを書いてみました。今読んでみるところからスタートして読んだ後にちょっと考えてみるんですね。で考えて分かんなかったことを今度は調べてみる。そしてまたそれをあとあ分かったからまた考えてみる。こうやって行ったり来たりしながらだんだんに話が解明できる。まあ、こういうあの話なんです。 でちょっと学科の紹介ですね、これ、帰りがてにちらっと見ていただいて、これ、入り口近くの一番、あの入り口の校舎のですね一番上が日本文学科なんですけれども、まあ、私たちの,あの学科っていうのは、3、えー、本柱ですね、近現代と古典と、それから言葉の方から、今日中川先生が午前中に講義をされていますけれども、これであの幅広く学んでいく、まあ、こういう形になっています。 でみんなあの親しいこう関係なので優しい先生方と連絡をよく取り合いながら、えっと、みんなで、えっと、学生教育に取り組んでいます。それからあのこのスタッフの方たちもね先輩が大変優しくていろんな形で支援をします。 だからあの特徴としましては私はあのすごく巨大な大学を卒業してるんですけどここはやっぱ少人数でいいなって思いますで、えっと、先生方とこと直接話して指導を受けることっていうのが非常に多いので結局何がいいかっていうと伸ばせるってことですよね同じこう偏差値ぐらいの大学っていろいろあると思うんですけれども 入ってからどうなって卒業したいかって考えるときに同じ学費継ぎ込むのでも私は相当な差があると思っていますでここはですね勉強したい人にとってはまたこう全体にこの穏やかなあの気風っていうのがあるので安心して学習していただけるんじゃないかなっていうふうに思います だから今、コロナでね東京、大変ですけれども、すごくこの小さい困りの利く大学だから、さまざまなリクエストに応じて、今日もこうやって対面と、ズームとって一緒にやるんですけれども、授業の時もですねそれぞれの,あの対応してあのやっています、みんな事情があるからね、はい、それからあの授業自体は自分の関心に沿って組み立てていただく。 まあこれは大学はみんなそうかもしれないんですけどもでこの落ち着いた環境はもう一つ何がいいかっていうと1人で考えることも必要なんだけれどもディスカッションしながら自分の気づきも深めていく。 これを安心してやるには安心した仲間とやれること、これが大事。だから何言ってもみんながあの真剣に受け止めてくれて、そしてお互いに刺激し合う。ディスカッションというのは攻撃することじゃないんですね。お互いに高め合い深め合うものなんです。私はなのでこういう少人数の授業が大好きですで。そしてこれをちっと少しずつ積み上げていって、最後は卒業論文に向かう。 卒業論文は今必修じゃない大学がすっごく多いのでカリキュラムよく見てください書いてやってもそれやらないで卒業する人が圧倒的に多い日本文学科がほとんどですでもこちらは全員で書きますでそうしますと今企業が求める資質っていうのは大学自体に何をやりましたか ということですねそして何がやれるようになりましたか皆さんがそれぞれですね素敵な論文を完成させて4年間を、ま、あの成就させるこれはすごく素敵なことなんじゃないかななのでこれは就職にとっても非常に強みがあるんですねでもちろんここは資格の取得が教員のほか学芸員師匠そして日本語教員こういうものに でそれぞれ狭い道でも先輩方は頑張って夢を実現させています。そして一方で,です、ね、非常にあの総合的なってのやっぱり文学というのは人の生き方心を言葉で考えていく学問人間って複雑ですからねでもこれを探求する学問ってすごく奥深いと思いませんか、はい、そしてまあさっき言った総合的な学問。 から、の大正大学の後、強みはやっぱり仏教がねある学校ですよね。これも非常に有機的に使われていくと思います。で、あの新しくできた図書館ですね。とっても立派です。あ、ちょっとここもうなんかチャイムなりそうな時間になってきたので、ちょっと先これはあの近現代のお部屋。それから古典のお部屋って言って、学科の方にも図書館とは別に調べ物をする部屋があるんです。 でここでみんなでできるそして最後ですねこの行ってみることと触ってみることの話を最後駆け足でどうしても話したいからい急いでしゃべります行ってみることっていうのもさっきの調べて考えるだ以上にまた大事なことがあります清水寺は行ったことある人いるかもしれませんがこの京都からあのここが清水寺ですね で、ここにですね。あの小野の高村の寺があるんです。で、ここはあの彼が建てた寺とも言われているんですけど、もう一つちょっとね。もう問題はここ鳥部。 って言ってあの墓場なんですよ。京都のでこれがですね。そこを守るお寺だったってことなので、ちょっと歩いてった。ここ今のところはですね。実際これ今ですよ。今見てこういう光景。これが清水寺なんです。山の斜面でね。墓は残るんですね。で、この高村のお寺行きますと入っていきますと、これはあの産経曼荼羅って言って、このそこのお寺の地図なんですけども、そこに高村さんがいます。 それからもう一つ面白いのは、ここ、メイド通いの井戸って言ってですね、あの昔のこの絵図に、えー、と高村が地獄行ったり帰ったりしてきた井戸っていうのがね、書かれてるんですね。で、これ実際に今度、学生と一緒に行った時これ、ご住職にあの地獄絵なんかの説明をしてもらって、これ、現物を見るっていいでしょで、そして行って、いろんな話を聞きながら、高村像を見て、これ、実際の、それから、エ魔マさんの像を見て。 それからあの地獄のこの井戸を見てこういうものを体験してここかーって一個ずつ見ていくこういうこともですね実は古典文学の勉強にとっても大事なんですねでそれからごめん本当にごめん時間がなくて触ってみるこれはですね実際にこ,のこういう古い本を触って見てみるでそこにはもう生の資料がいろいろあって 例えば、こんなね、これなんか観音様のこんな素敵なことやってくれたって話なんだけども、こういうの、崩し字で実際に見読めたら楽しいと思いませんかこういうことできるようになるんですよ。で、それから、これ、これはちょっと面白い、学生が見つけた絵なのでね、これ人魚です。これね、あの女が悪いことしてじ、あのじまあ、地獄行かないでですね、お魚になっちゃったんですね、それで持って助けてって、分かります。手は 人魚ちょっと面白いですよね首から下がお魚であのでも手はこうやって人間の手で祈ってるんですけどこの人が観音様によって助けてもらえる、はい、で今日ですね図書館で実はちょうどタイムリーに観音様に関する特別展やってるのでもしまだ行ってなかったらちらっとでもね図書館で中入るとど,あここ、ねこれね、どんなに素敵なところかっていうのが分かります。 また今日は最後のこの SDGs の話に寄せていきますとこういう和本っていうのはちょっとね扱う技術っていうのがあるんですねでこれも皆さんには教えますそれでこういうことができるようになるとこの地域貢献実はねこの和本を扱う人扱える人材っていうのがもう世の中では枯渇していて。 本当に人手が欲しいんですこういう能力は今世の中でものすごく求められていてこれによってあの地域にも眠るこういうものを発掘しながらこれなんかあの重要文化財に指定した時のねニュースなんですけどこれ学生たちと一緒にやったものです。でこういうことをやってこれなんかね高校生なんかと一緒に地元の人ともやりながらだから日本文学にも実は社会に貢献できることっていうのがいっぱいあるんです。 ということで、まあこ,のね、えこ,のこれからの日本文学、日本語学っていうのは、社会をも支えていく、そういう根源的な学問であるということ、まあ、これをぜひ皆さん一緒に学びませんかっていうね、ねそんな話でしたで。本当にこれ最後にしましょう。今日、これ縁ってね、やっぱりの大正大学なので、仏教に関わる言葉で結ぼうと思います。 縁ってつながりでしてこれはあの仏教のあのでもとても大事にするあの言葉なんです。ね、今日こうして皆さんあのいろんなお教室ある中でここに来てくださってありがとうございました。えっと、ぜひまたあの機会あればですね一緒にあの学びませんかってそしてこの学びたい気持ちがある方をですねあの私ともあのー えっと、お迎えしたいといいとううふうに思っていますまだ知らなくてできなくて全然いいんですよ。それは入ってから学ぶことなので、でも一緒に。 やりませんかいいう話ですねはい、またあメンバーフルで出てきましたけれどもあの私,と私だけじゃなくてうちの学科の先生方がみな皆さんと一緒に学べることを楽しみにお待ちしておりますのでまたいろいろな大学も検討されるんでしょうけれども是非うちのこの大正大学文学部日本文学科もご検討いただけたらと思います。でででははこれで終わりりす本当に今日はどううもありがとうございました